今動画撮ってて、うん、すごいことを気づいちゃった。へえへえ、本当にすごい。はい、ミスの原因が分かっちゃった俺。知りたい知りたい、うん、知りたい知りたい、分かっちゃったことある。え教えて。すごくない？ミスの原因分かっちゃったの。うん、何？真っ先に知りたいけど。平井博明のワンナップゴルフ。この前の動画でさ、うん、今のレッスンに来る人たちの悩みって、うん、こういう風に動く、うん、体がこうなるとか、スイングが、スイングっていうか何、体がこうなっちゃうっていうのが多いって言ってたじゃん、ああ昔と違って。ああ、それでひらめいちゃったんだけどさ、へへ、でもさ、ミスの原因ってさ、うん、クラブがさ、うん、どうなってるかだよね、全部。そうだよ。体がどうなってるか。じゃない。じゃないよね。あ、体のミスは、ナイスショットが出てればミスじゃなくなるから。そうだよね。だそうだなって思ってた。結局どういう風に入ってるかで全部ミスってるだけであって、うん、体がどう動いたかがミスの原因じゃないんだなと思って。そうですねまあただ逆のあれはあるのかもしれない。その何、右膝が出たら、うん、クラブがこう動いちゃうからミスになるって言って辿ってったら、その体の動きにはたどり着くんだろうけど、うん、でもそれよりも、うん、何よりも、うん、そういう風にボールが飛んでったってことは、うん、クラブがそういう風になってるってことだもんね。トール君フォローしたくないけど、トール君フォローしていい？デシャンボーっていう選手、うん、デシャンボーってこうやって構える、うん、こうやって、うん、これでナイスショット打ったらこういう構えがミスじゃなくなるんだけど、うん、動きのミスね、うん、だけどこうやってる人が、デシャンボーがこのアドレスでトップしたら、うん、はい、そのアドレスのこれは良くないですねっていうミスになる、うん、だから結局ミスもナイスも両方こういう構えをして、ナイスを打つかミスを打つかで、ミスかミスじゃないかになる、うん、ああそっか、ボールが答えだから。答え、そう、ボールか丸かぶつか教えてくれてるってこと。そうだ、これでトップを打った瞬間にこれがダメになる、うん、え、だってナイスショット打ってた時何も言わなかったじゃんってなるそうだね。そうだから、ほんとまさに今登録が言ったこと、全部これでナイスショットだったらこれが正解になっちゃう。だからじゃあ結局ここじゃないよねってなる。そうだよね。クラブがどう入ってたの。そういうこと。いや、それの方がなんか分かりやすいなと思って、その、うん、何、打ちたいボールがあってさ、うん、入射が全てで、そういうふうに入れるためにこういうふうに動いてるっていう話をしてたけど、うん、そうなんだけど、うん、それをひっくり返したらさ、うん、じゃあミス出た時もさ、うん、そういうふうにさ、ミスが出るようにクラブが入ってるっていう話じゃない。うん、体が原因じゃないっていうか、うん、まあ、辿ってったらそうなんだけどさ。うん、でも、でも一番最初にそこじゃないんだよ。そうそうそう。だから、まずクラブなんじゃないのっていうのに気づいちゃったから、ミスが出た時にクラブがどうだったからいけなかったのかなってまず考えなきゃいけないんだ。そうそう、まず、そう、まずそこが一番最初。それを出さないのに体をどうする、うんうん、そういうこと。だ、たどり方が違うんだよね。そうだね、うん、って思っちゃったから、すごい答えをまた見つけちゃったなと思って。そう、それちょっと借りていい？いいよ。あのレッスンで使うと高いよ。6万5000円。そうこの間の借りがあるから、これでチャラだ。嘘。あ、そうか。そう。で、そこで、結局、辿り方が今違うっつったじゃない。うん、だから、クラブをね、うん、しっかりこうやって構えて、うん、打って、じゃあ、自分がどういうクラブの動きをして、うん、今ミスを打ったのかを知らなきゃいけないの、今度ね。うんうん、だそこに結びつけていかなきゃいけなくて、一人で練習するときなんか。うんうんうん、今のミスはどういうクラブの動きでそのミスを打ったかを答えられた方がいいんだよね。うん、そしたら一人でも全然直せる。こういうフェースの向きでこういうクラブの角度で入ってきただろうなっていうのでいいんだけど、もちろん明確なら明確でな、ね、方がいいんだけど、それが自分で分かんなきゃいけないの。なんであれが出たんだろうだとレッスンに来なきゃいけなくなるから。うん、そうだね。そうだね。それはだから良くないから、だからちゃんと自分がこう、ナイスショットのクラブの動きをした時の感覚と、ミスショットをした時のクラブの感覚っていうのを両方分かってないといけない。うん。それすごい大事。じゃあ、ちょい髪で左行ってるなとかって、もしなったら、うん、そういう風に入ってるのはなんでだろうって考えるんだ。うん。平井の場合は、ちょい髪で左行く時っていうのは、絶対左サイドが緩いから。あ、そうなんだ。自分で分かってる。分かってる。もうそこがなくなれば、ちょい髪左は絶対ないから。なんだ、うん、やりすぎて意識しすぎて右薄はあるかもしれないけど、うん、でも右薄がそれで出るかもしれないって分かってるから、それもカバーするから。あ、でもそれが分かるためにはあれか、そういう球が出た時にどういう風に入ってるとそういう球が出るかは知らないとダメなんだ、うん、そう。だからこういう動きをして、う
だいたいダウンスイングで右肘がリードしてこうやって、うん、こうやって入るときにそういう動きは俺は出るのね、うん、そうだからそうしないようにしてるクラブだな。そうだからミスの原因クラブなんだと思って体じゃなくてもう本当すっ飛ばしてさ体のこと言っちゃうからそうなっちゃうんだよね、うん、そうその間に必ず一番上にクラブっていうものが来てるからそうだよね。あもう間違いないからこれは。え例えばなんかそれ例ないのかな、こういうミスだったらクラブがこう入ってるからこういうふうに動いてる可能性が高いみたいな。ミスショット？うん。シャンク？ああ、シャンク。例えばシャンク。例えばシャンクだったら、こうやってアドレス取って、うん、まあバックスイング取るじゃない、うん、したらこっから、一番多いのは、左腰が浮いて、うん、右肩が下がって、うん、で、こう出るんだよね。ああ、そういうふうにクラブが。こういうふうにクラブが入る。入る。ただ、うんなんで、それが打ってんのが分かんないかっていうと、うん、度合い的には、これぐらいなのよ。あ、本当にちょっとなのね。正解と不正解が、専門家が見ないと分かんないぐらい、微妙な感じなのよ。ただ、120点のシャンク打つ人は分かるよ。もうこうやってなってるのは、カメラで見て分かるけど、ハーフシャンクとか、まあ、うん、シャンクだよね。ぐらいの感じだと、うん、本当に、こうやって入ってきてるからね。わかんないんだ。そう、わかんない。だから、プロが見ないとわかんない。なんでプロはわかんの？球でわかんの？うん、リズムが違うから。こっからここまでの時間が違うから。え、そうなの？そうそうそう、全然違うから。ヘッドが走ってる時間と、ヘッドが走らない時間が全然違うから。ヘッドが走らない時間の方が早いんだから。そうなんだ。そう、そこ見てる。まあ、そこも見てる。わ、すげえ。てか、見てるっていうか、見てないでも。うん、感じてる。そうだよね。そう。もうそんなのは、レッスンプロ100人見て100人わかるから。いや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 。それ、プロじゃないから。そうだね。うん。そうなんだ。そう。ヘッドが走った方が遅いから、時間は。ヘッド走ったら遅いんだ。遅い。走ってるのに。いい、ありがとう。いい。そういうこと。そういうことだよね。そういうこと。ヘッド走ってる方が早いじゃんって思いやすいよね。うん、そう。ヘッド走ってる方が遅いから。これヘッド走ったでしょ、うん、ヘッド走んない方が早いでしょ早い。ヘッド走んない方が早いんだから。早いね。そう。だから切り返しからインパクトまでの時間、うん、もう俺には止まって見えるから。もう。誰が見ても分かるでしょっていうぐらいはっきり分かる。お、違うんだ。全然違う。もう、めっちゃスローにできるの、俺。そうなんだ。うん。そういうのでプロは分かんだね。分かる。全然時間が違う。要は、タイミングだよね。そうすると、そういう風に入ってるっていうことになるんだ、さっきのシャンク。そう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 。で、もちろん、体も、正しい軸の使い方が、こうだとする、うん。で、シャンクの使い方が、こうだとする。うん、したらさ、てっぺんって動かないでしょ、うん、こうやって、うん。だから動いてないのよ、うん。でも本当はこうやって動くのよ、うん。だから動いてる動いてないの判断をしてるから。動いてない方が動いてるんだから。そういうことか。そう。動いてない方がそっか。そう。動いちゃってんな。止まってる方が動いてるんだから。そうだよね。動いてんだからね。そう。それぐらいは、それぐらいは、レッスンしてお金をもらってる人はわかるから。すげえな、うん。すごいわ。お金もらってんだもんだって。あんまそれあれだ、もう言わない方がいいわ。はい、そういうのどこ見てるか。わかりました。なんか全部盗まれちゃう。そうですね。まあでもさ、知ったところでさ、見えないよね、見えない。はい。でも、うん、全員そんなの見えるよって言われたって、うん、俺の特権だと思ってるから。うん、そうだね。うん。うん、大丈夫、見えないから。はい。でも、そんぐらい自信ある。そうだよね。うん、もう本当に、時間と軸とブレと全然違うから。だから、一個、もう一個例出していい。あの、インパクトでこう、戻すためにリリースするでしょ、うん。あのね、肘を下げてきたらリリースはできない。肘が手よりも高いところにあったらリリースできる。もうこんなのはスイング中 100% 見てるから。え、じゃあ、そういう風にやろうとしたらそうなるわけだ。当たり前。絶対なる、絶対なる。そうなるわけだ。ね、笹生さん。うんって言ってる。うんって言ってる。うん。マキロイさんがそうよ。そうだよね。うん。そう。
え、じゃあ本当にフェースが開いてるかどうかは当たり前だけど、そのちょっとだから、さすがにそれは見えてないわけだ。全然見えるから。あ、見えるの？真後ろから見てるから。そう、見えるの？残像で見える。フェースが開いてると、フェースってちっちゃく見える。こうやってなんか。はいはいはい。でも、立ってると、大きく見えるでしょ？それで見えんの？勘弁してよ。誰が灯ってんのよ。いや、すごいわ。ここを通過する、この向きと、この向きで、厚さが違うでしょ？違うけどさ、それだってちょっとなわけでしょ？ちょっとじゃない。まあ、ちょっとだけど、俺の中ではちょっとじゃない。わかるぐらい違うんだ。全然違うから。わかるぐらい違うんだもん。逆言えば、そんだけ開いてるってことだ。あー、まあ、ね。これと、これだったらわかんないよ。うんうんうん。これとこれだったら、向こう見ちゃうから、俺は。あー。ボールを見ちゃうから。はいはいはい。あとね、本気で言っていい、俺、耳やばいんだから。そうだね。インパクト。そうだね。それで、同じナイスショットでも、抜いてる抜いてないの音がわかるから。違いがわかる。全然わかる。これは、100発打って100球当てられるから。へぇー。で、その、さっきの話に戻すと、これと、これだったら、まあ、インパクトでわからないから、球を見て、音と相談するわけ。頭の中で。だけど、これと、これは絶対わかる。ああ、はいはい、はい。厚さが全然違うから。そう。全然違う。そうなんだ。あと、バンスの当たる音で、フェースの角度、とかがもう絶対わかるから。入射がどれぐらいの角度で入って、で、言っとくけど、ここのどこに当たったかは 100% わかるから。そうだ。お客さんにびっくりされるんだから、なんでわかるんですかって言われる。いや、俺も思う。舐めないで。やっぱさ、いや、これなんかその400何本か500本かわかんないけど、出してきた中で、やっぱあなた特殊能力持ってると思う。あ、マジで。いやマジで持ってると思う俺は。めっちゃ自信あるから。でも、本当に試合出てた人は分かる。今のが薄いのか厚いのか、塔に当たってんのか昼側に当たってんのか、これは絶対分かる。やっぱりそうなの、ツアープロは分かんだ。うん。言っていい、本物は分かる。絶対分かる。ドライバーでも分かるから。カキカキンって同じ音に聞こえるでしょ。聞こえる。でも、どこに当たって、もちろん、ね、球も見るんだけども、7割、8割音で分かる。どこら辺のどこの高さのどの辺に当たったって、もちろん全部分かる。あ、今の薄くて、ちょっと開いて右行ったとか、そんなのはもう、一言打ったご本人が言う前に俺言うから。全然、普通に、もうレギュラーツアーとかチャレンジ出てた人ぐらいは絶対分かるから。抜いてる音と、入れてる音と。それは自分がそれだけ聞いてるからっていうのもそう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 。自分が打った音。そう。もう全然わかる。この動画のタイトルがもう、平井特殊能力持ってるってようになっちゃったけど。で、これもわかるから。本人には言わないよ。だけど、いや、全然俺力入ってないからって、こうやって抜いてるでしょ抜いてるじゃない抜いて、インパクトで力入ってるか入ってないかはわかるから。バレちゃう。でも俺は言わないけどね。バレちゃう。うん。全然バレる。結局空気の伝わり方、音の。だから、これだけ隙間が空いてると、コンって音が鳴る。だけど、こうやってやってると空気がないじゃん。だからバチってなる。そう。全然違うから。なる。じゃあ7カルだって嘘つけない？つけない、つけない。言ってるってなっちゃうそれが朝一だったら、その人の球1球しか見てないから、あとあと、あ、さっきの7カルじゃなかったねと思うけど、もう何十球も打った中で、7カルで打つって打った瞬間に、いや、軽くない。わかるから。なっちゃう。そう。その人の平均スピードがわかるから。ああ。そう。そう、めっちゃわかる。いろいろバレちゃうので。そう。だからそれを、まあ、レッスンにうまく使ってるっていう感じ。あ、うん。なんで、もちろん見抜けないこともありますけども、まあほとんど見抜けますので、わからないことがあったら、まあぜひ、レッスンの方にお越しいただければと思います。すごい能力、伝えちゃいました。見せちゃいました。そう、平井プロだったってよっていう動画です。そうなんです。実は、マイプロだったんですよ。ちょこっとだけ、試合に出てたことがあったんで、そういうのをうまく使わせて、レッスンさせてもらってますので、よろしくお願いいたします。あれ、シャンクの話最後までしたっけ？し
したと思うよ。した？あ、そっか、そういう風になっちゃうっていう話。そう、こういう動きね。になっちゃう。うん、そう。で、そういう入社になっちゃう。うん。から、そう。からどうするかはやってないわ。それは言った方がいいのかな？そう、一応例でやっといたから。すげえ、例の間と間が。なるほど、なるほど。飛んでるけど。はい。例えばじゃあ、こうなる、うん、ね、うん。こうなったら、まず、クラブが、こう、起こせない、めくれない状態になってるわけ。で、なんでめくれないか、って言ったら、ダウンスイングから、体の回転はしていいんだけど、体の回転するスピードと、クラブが降りてくるスピードが、体の回転の方が速すぎるのね。で、結局どうなってるかっていうと、このまま手を押すよ。したらさ、こうなるじゃん。なるね。こういう動きが、要は瞬間的なアクセルがこう強すぎるわけ。はいはいはい、で、こうなるわけ。こうやって。それでヘッドが降りない状態で、こうやって降りてくるわけ。体の回転が速くてね。それでヘッドが開いたまんま入ってくるわけよ。それに、例えばそれを今体の回転でシャンクの動きになっちゃう。クラブが。こうやって入る。動きの人やったけど、これが例えば蹴る人だったら一緒よね。こうやって、うん。そう。それも同じ動き。ああ、クラブ同じ動きになるわけね。そう。なる。ああ。原因は違うんだけど、うん、同じ動きだ。だから同じミスが出るんだ。そうなの。だから、シャンク4パターンあるって言ったじゃない？前動画で、うん。それと一緒。そっか。だからもうミスのその体の動きは限定されてきちゃうんだ。そう。クラブは同じ動きなんだ。同じ動き。こう。これ、あ、体の回転が速い人。で、これ膝出る人。結局、こうなるじゃん。こう。ね。あ、いや、クラブがそうなんなければ別に蹴ろうが回ろうがいいわけ。関係ない。いいのが出るんだ。いいのが出る。結局、こうやって、グリップエンドが頑張って頑張って自分を常にこうやって刺そうとしてれば、うんうん、こうってなったってナイスショットで、うん。やりにくいけどねって話ね。そう。そう、うん、だけど、その、クラブの動きっていうのを、うん、自分がその方がやりやすいんだったらそれがいいってなるわけ。でも言ってんのはこれだよねってことなのね。あ、それしか言ってないんだよね。そうそうそう。これがどうじゃないってことなの。例えばこれが原因でこうなるんだったら、じゃあクラブの動きが悪いからこれが原因だよねってなってくるだけだから。だから腰切ってこうやってなるんだったらこれがいいわけ。うんうんうん、そう。うんうん、まあさっきのデシャンボーの話じゃないけど。そうだね。うん。いや、それを聞きたかった。そう。だ、何のためにって言ったら、もう、クラブだねっていうこと。絶対に。よかった、ちゃんと戻ってきた動画が。そうだね。長い脱線を経て。最初に戻って。好きものですから。長い、めっちゃ長い脱線を経て戻ってきた。そうだね。もう、帰ってこれないぐらい。いや、もうね、はずごんだった、完全に。ね、そう。だからそれを、しっかりと、そのクラブの動きをメインとして考え方がこうだん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 膨らんでいけばいいってこと。はい。それ、今回もいい質問いただきました。ありがとうございます。そう、だからすべてはミスの原因っていうのはクラブがどうなってるかっていうところから追求していかなきゃいけない。原因を探していかなきゃいけないってことですよね。そういう内容の動画になってます。なんで、体の動きを意識しやすいんですけども、じゃあクラブがどうなってるのかって最終的になってきた方がいいです。はい。なんでその考えを今までの考えとこう違った視点から考えてください。はい。じゃあ動画の方以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。ワンラップゴルフではオンラインサロンをやっておりますが、絶対入らないでください。